今回はルノーカングー編ということで、特殊なエンジンオイル交換方法をやっていきたいと思います。この方法はですね、エンジン内部洗浄、オイルライン洗浄、いろいろな呼び方があるんですが、ほとんどがですね、機械を使ってやるやり方だと思うんですけども、私も機械を使ってやったこともあるんですけども、やっぱり原始的なですね、液体ではなくて気体にしてエンジン内部を洗浄していくっていう方法をやっております。液体で行き渡らない部分までですね、気体だと行き渡りますので、エンジン内部全体をですね、きれいにすることが可能になります。私が知っている限りですね、全国で3人ぐらいしか、この方法でやってる人はいないと思っています。こちらがいつも使っているバーダル社の ETF エンジンチューンアップフラッシュ洗浄剤になります。こちらを2本使わせていただきます。こちらがバーダル社の同じく極みトリートメント、エンジンオイルのですね、性能を極限まで上げてくれる添加剤になります。で、 B1 はですね、膜を作ってくれるものになりますので、すごく良いと思います。で、こちらがバーダル社のものではないんですけども、バーダルプランニングさんから提供していただいてますフューチャーシリーズの 10W30、 こちらを使わせていただきます。こちらがですね、フィラーキャップを開けたところになります。エンジン内部の汚れがよく見えると思います。これをきれいにしていきたいと思います。こちらがオイルのレベルゲージになります。こちらがオイルエレメントになります。まず最初にエレメントを外していきます。オイルのドレンも外していきます。通常のオイル交換と同じようにオイルを抜いていきます。こちらがオイルエレメントの取り付け部になります。施工前の状態になります。こちらがオイルのドレンから覗いたエンジン内部の状態になります。ドレンの穴の周りにはオイルが飛び散らないようにアルミの蛇腹状のもので囲います。それではオイルエレメントのところから洗浄を始めたいと思います。長くかかりますのでカットさせていただきます。エレメントのところからの洗浄が終わりましたので、古い方のエレメントですね、ついていた方のエレメントを再度取り付けいたします。次はオイルレベルゲージのところから洗浄を行っていきます。こちらも長くかかりますのでカットさせていただきます。
レベルゲージのところからの洗浄も終わりましたので、レベルゲージを挿していきます。次はフィラーキャップを取りまして、フィラーキャップのところから洗浄を行っていきたいと思います。こちらも長くかかりますので、カットさせていただきます。次は下からの映像も見ていただきます。勢いよく洗浄剤がドレンから出てくるのがお分かりいただけると思います。こちらも長くかかりますので、カットさせていただきます。全ての洗浄が終わりましたので、古いエレメントを取り付けましたが、それを外して新しいものに交換したいと思います。エレメントまで綺麗になりました。こちらが古いエレメントになります。で、こちらが新しいエレメントです。これを取り付けていきます。こちらが洗浄後のエレメントの取り付け部分になります。綺麗になっているのがお分かりいただけると思います。こちらがドレンから覗いたエンジンの内部になります。こちらも綺麗になっているのがお分かりいただけると思います。こちらが洗浄後のフィラーキャップから覗いたエンジンの内部になります。こちらも綺麗になっているのがお分かりいただけると思います。目で目視して確認した以上にですね、乗っていただければ体感できると思います。それでは新しいエレメントを取り付けていきます。エレメントレンチを使いまして締め付けをしていきます。エレメントの締め付けも終わりましたので、ドレンプラグも取り付けていきます。最後は必ずトルクレンチを使いまして、規定トルクで締め付けていきます。汚れたところをパーツクリーナー等できれいにします。紙ウエスト等でパーツクリーナーを拭き取ります。今日も終わりまして、締め付けも終わりましたので、あとは最初にですね、ご紹介したエンジンオイルと添加剤を混ぜて調合してエンジンに入れます。規定量入れて終了になります。こちらが通常通りオイルを抜いたものになります。結構汚れてますね。こちらがエンジン内部洗浄、オイルライン洗浄で出てきた汚れになります。かなり汚れてます。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。汚れも落ちましたので、すごくエンジンが軽く回ってくれると思います。